耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。この番組は滑る店長、滑らない店長玉順と看板娘のあずあずの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。イエーイ。さあ始まりました。さあぐすラジ、どんな番組ですか玉順？はい、ぐすラジはですね、カフェむくみからお送りする健康情報番組です。ですね、こちら FM 那覇さんからですね、カフェむくみを、お送りしてるんですけども、この番組、玉順こと玉城順の理学療法士の玉順と、あずあずが、はい、後で自己紹介してもらいますけども、はい、あずあずがやっている番組です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでですね、今自己紹介をと言ったんですけれども、私から自己紹介してもいいですか？はい、お願いします。はい、あずあずです。能見あずさと、能力の美しいと書いて能見あずさ。最近、はい、いつも出ないですからね、検索してもね。そう、あの野球選手にほら、見る能力の見るの、能見選手いるじゃないですか、はい、あれではなく美しい方って思ってください。美しい方って言うとちょっとあれだけどね。で、何してる人かっていうと、はい、沖縄のメカルにですね、サロンを持っておりまして、音活、音楽活動ではなく温める方の音活ね、はい、あ、そっちね。そっちと、うん、それとアロマの、はい、講師ですとか、あとはトリートメントとかをやっております。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、はい、改めまして、玉城こと玉城純ですね。国家資格は理学療法士っていうのを持ってるんですけど、今は自営業とか、はい、いろいろ活動しております。で、サロンは、サロンっていうか、沖縄片麻痺、なんだっけ、沖縄片麻痺今日の玉順やばいね、みたいな。やばい、自分のサロンの名前を忘れるっていう大惨事ですけど、あのね、はい、脳梗塞とかね、脳卒中の方とかを、サポートするサロンをやっております。それを肩麻痺っていうんですね。はい、肩麻痺、半分麻痺、半分麻痺、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この2人で今日はお送りしたいと思います。はい、さあいつもでしたら、はい、テーマ発表をするんですけれども、そうですね、今日はなんとゲストがいらっしゃってます。呼んでもいいですか？勝手に、はい、勝手に呼んでください。エコー入れてもらってもいいですか？はい、エコー入れますね。いい、どうぞ。はい、それではゲストをお呼びしましょう。せーの、ゆうすけ。はい、こんばんは。はい、3時です。3時、あ、そっか。こんにちは。こんにちは。3時って何？放送がね。あ、今なんて言ったの？こんばんは。あ、いいじゃん、細かいことはどうでも。というわけでね、細かいことは気にやばいやばいやばい、懐かしい。これね、うちの子供が最近それをやるのよ。最近ユッティでしょ、それ。ユッティユッティまだいるんだ。まあいいや。ごめんね、ごめんね、余計なことばっかり言って、ね、ごめんね、ゆうすけ。はい、来店ありがとうございます。ゆうすけさんです。さあ、ゆうすけさん、ウェルネスコーチということでお聞きしておりますけれども、はい、どういうことをやってるのか先にちょっと聞いちゃってもいいですか？はい、まあ、提供してるものとしては、はい、パーソナルトレーニングになります、うん、で、その中身として、まあ、パーソナルトレーナーってなんか筋肉をつけるとかダイエットとかってイメージがあるんですけど、うんうん、僕のやつちょっと違って、はい、4つテーマがありまして、うんうん、体と心と脳みそと生活習慣で、これらに関することをこうパーソナルトレーニングとして、まあ、1対1でマンツーマンで基本的には提供してるっていうお仕事をしてます。へえ、それってなんか結構すごい幅広く、あ、そうですね、ケアしてるくれる感じしますけど、はい、すごくないですか？すごいのかな、やっぱパーソナルトレーニングっていうと、あ、なんかマッチョにしてくれるからっていうイメージですよ、イメージがね、うんうんうん、よくなんだっけ、ナインナップみたいなあるじゃないですか、ナインナップみたいな、あ、あのコミットするやつね、コミットするやつね、うんうん、あれのイメージがね、コミット分かりやすい、コミットね、そうそうそう、するからね、あのブヨンブヨンの踊ってるやつからなんか急になんかスタイリッシュになってね、うんうん、やって CM やってるっていうイメージがあるけど、そう、それじゃない、それだけじゃないっていうか、まあ体見かけだけじゃないっていうことですね。そうですね、うん、なんでこれって体と心と脳と生活習慣、これをこの4つでやろうと思ったんですか？あ、いきなりインタビュー始まりますね。はい、いきなり、そうそうそう、ですね、聞きたいことがたくさんあるんです今日、うん、この僕がまあこの仕事をしようって思った時に、はい、体が豊かな人がたくさんいて、でその豊かな体を持って、
豊かな人生を送ってほしいなっていうことをこうやりたいなというかできるなっていうのでスタートしたんですね、仕事を。でその豊かな体っていうのを見た時に、まあただ筋肉とかじゃなくて広いこうアプローチを持ってた方がよりこう伝えることができるというか、ので今こういう、まあ、4つの、部門からアプローチしてますね。あ、じゃあこの4つってスタートからじゃなくてなんかこう追加されて、そうですね、いってる、うん、そうですそうです、うん、まあ、そうですよね、そうですよって、まあ、もしくは今後増えていくかもしれないし、そう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 、まあ、とりあえず今その4つ で、 そうです。脳みそとかにちょっと後で聞きたいんですけど、はい、とりあえず一旦 CM 行きますか。はい、まずの口がどんどんとんがってくるので、この後、うん、この後いっぱい聞いてもいいですか。いいですよ。あの経緯から、はい、何から根掘り葉掘り、はい、聞かせていただきたいと思いますので楽しいねこれ、はい、楽しい楽しいね。ぜひねリスナーさんとか、うん、あの今ライブ配信を見てる方々は、はい、あの脳みそのことでもいいし、うん、体の悩みでもいいし心の悩みでもいいんですよね、うん、いいですよ、はい、要は生きてる上での悩みを何でもゆうすけさんに聞けるという、うん、すごいですね、うん、なので今のあなたの悩みを教えてくださいっていう感じで、うん、ぜひ今日はプロを呼んでおりますので、ね、質問どしどし送ってください。はい、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。ということでですね、今日はゲストにウェルネスコーチの徳里裕介さんをお呼びしております。はい、早速ね、心、体、それから脳、うん、生活習慣から、うん、そのいろんな人たちの生活を豊かにするためにこういろんなアプローチをされているっていう話を先ほどしてたんですけど、はい、そもそも裕介さんは顔を見るとうちなんちゅですよね。そうですね、そうですね、ずっと沖縄育ちですか。ずっと沖縄育ちなんですけど、ちなみにねラジオ見てる人はねわからないと思うけど、髪の毛金髪でひげが生えてて、うん、ザうちなんちゅって顔してますね。横刈り上げてて、そう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 、ね、よくねシーサーみたいな顔とか言うんですね、うん、そうね、やばい、そっくり、そう、ね、よく言われる。シーサーの髪型こうね近いしね、魔よけ魔よけ、なんかこの犬っぽいみたいなね顔が、うん、あよく言われる。いる、こういうお土産いるいるよね、言い方みたいな、ね、そうだ、顔見たい方はね、あの、うん、ぜひあの今耳ぐすいラジオの YouTube じゃなくて Facebook ね、うん、Facebook ページでも生でライブ配信しておりまして、こちらからコメント入れていただければ、うん、メッセージとして採用しますし、あとは後からでもですね、はい、YouTube でも見ることができますので、そちらからご覧いただきたいと思います。はい、ということで、はい、ゆうすけさんのこの一体どこで何をしてこういう C さんみたいななりになったのかっていうのね、聞きたいんですけど、そうですね、うん、そうそうそう、いつから C さんになったのか、いつから C さんにな、俺 C さんじゃないよまだいやまあね、いろいろことできるしね、人生相談できるってことはもうね、守り神的な、うん、守り神的なね、C さん何か分かってるよね、一応ね、分かるようるさいうるさい、まずうるさい、はい進むよ、はいで何でした何でした。え、沖縄でずっと沖縄にでこういうお仕事をされてるわけではではないんですよね。このね、うん、高校卒業するまでは沖縄にいたんですけど、うんうんうん、卒業してから、大阪に行ったんですよ最初。大阪、うん、へえ、それは
僕はね、そう進学をしたんですけど、うんうんうん、スタントマンになりたくて。ほー、すげー、なんか意外じゃない、うん、でしょ、そのままでしょ、意外じゃない、そのままそのままぽいぽい、ね、そう、うん、スタントマンっていうのも、うん、高校卒業するときに、うん、この先どうやって生きていきたいんだろうということを考えたんですよ、うん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 、なんか仕事とかじゃなくて、うんうん、だからどうせ生まれてきて死ぬんだから、うんうん、自分のやりたいことだけやって生きる人生にしようっていうのをその時に決めたんですね、高校で、高校卒業する時、卒業する時に、うん、ほうほう、で、じゃあ何だろうと思ったら、うん、まずはこの小さな島を出ること、ほうほうほう、そう、スタートね、そこからなんだ、でじゃあ大阪行こうかなって、うんうん、でもう一個が高いとこから飛び降りて遊ぶっていうのが大好きな子供だったんですね。川行って橋の上とか、はいはいはい、でも普通にコンクリートとかでも2階とか3階から飛び降りて遊ぶような子供だったんですよ、うん、それを遊びにしてたんですね、そう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 、うん、よく YouTube とか探したらすごい人が出てくるやつじゃないですか、いますよね、ダダダダって走ってなんかくるっとピョンってくるってやったり、そうそうね、下ってやったりするやつ、なんだっけ、全然わかんない、パルクール、パルクールっていうのが今あるんですけど、パルクールっていうんだ、それがもう全然ない時代、ないですよね、うん、最近ですもんねそれね、うんうん、にただただこの飛び降りるっていう感覚がすごい好きで、うん、じゃあこれを仕事にしようってなった時に、うん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 、スタントマンじゃないかっていうのが、そう、確かに、そう出てきて、あ、そうね、確かに、で大阪にその学べる学校があると、あ、大阪にスカウ、うん、スカウトしてね、スタントの、そう、まあアクターズ系の学校で、うん、俳優がいたり、ミュージシャンがいたりダンサーがいたりする学校のアクション科っていうのの一期生でね行ったんですよ、かっちょいい、あ、一期生、そう、一期生だったんですよ、スタートなんだ、うん、大阪ダンス&アクターズ専門学校っていうところにあって、それを行ったのが、高校卒業すぐ、そう、卒業してすぐ18、19の時ですね、おー、うん、行って、でスタントマンの学校に入りました、そうで入りまして、はい、卒業して、うん、じゃあ実際にスタントマンとしてこうお仕事をいただけることになって、あ、すごい、そうで、そのプロダクションが、関東にあったので、うんうん、まあ、関東にそれで引っ越したんですよ、うんうん、でそこからまあ関東で6年間生活して、うん、その間にこう、まあ、トレーナーとして実はそこでキャリアを始めたり、うん、あ、そこからがスタートなんですね、関東に行ってからスタート、関東に行ってからで、まあ、いきなりトレーナーやるってことでもなかったんで、うんうんうん、スタントマンやってたんで、だって、うん、そうですね、東京ドームで、うん、かぶり物の中に入って怪獣の中に入ってヒーローショーを出たりとか、あれはスタントマンがやってるんですか、まあ、確かに身体能力高い、そう、アクション俳優みたいなね、あ、そう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 、あ、すごい怪獣だったんですね、そうとかまさにシーサーじゃんでしょ、あ、そうだ、そう、でそこか、あのね、川崎フロンターレ、うんうん、サッカーチームの、うんうん、ハーフタイムでアクロバットでちょっとパフォーマンスをしたりとか、見てたんじゃんとか、京都の渦政っていう時代劇のセットがあるんですけど、うんうん、その中でまあ撮影をしたりとか、まあ、そういうお仕事をしてたんですよ。でもやっていく中で、うん、なんか自分が思ってたこのスタントマンの世界と日本の映画業界が結構大きく違うなっていう、うん、ほうほう、そう、またなんかすごい視点がどんどん広がりますね。そうそうそう、うん、だから自分がやりたかったことと、うんうん、こう日本がやってることが全然違って、へー、そう、なんかやっぱり高いとこから飛び降りるのが好きでスタントマンになってるので、うんうん、そういう無茶なことが好きなんですよ、言ったら、うん、ジャッキーチェンみたいな、あ、はい、そうね、あの、そう、階段落ちみたいになりますもんね、でもああいうことをやっぱ日本のアクション業界とかはあんまりしないんですよね、うん、危ないから、そうなんだ、うん、保守的ですね、そうそう、でスタントの世界でも保守的、そうそう、でつまらなくなってきて、うんうんうん、このだってやりたいこととちょっと違うわけですもんね、そう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 、だからもうやりたいことやる人生って決めてるので、うんうん、じゃあやめようと、でやめて始めたのが実はブレイクダンスだったんですね、うんうん、あ、そっから、待って、振り幅が、はい、どうしてそういう思考になるんですかちょっとその、まあ、体を動かすのが、ね、途中がね、難しい、なんかちょっと聞きたいことが多すぎて、まずなんかスタントの、うん、日本のスタントと、うん、何わかんないイメージしたスタントの違いとかも聞きたいんだけど、うん、でもこれ聞いてると終わんなくなっちゃうじゃねえかなっていう、置いといて、ミニ薬なんで ね、そうね、ブレイクダンスね、はい、行ってで、はい、ブレイクダンスをやってると、うんうん、体のことをもっと勉強したいなってなってきたわけです、うん、これこの時トレーナーもやってるん、やってない、あ、この時やってないんだ、ま、で、はい、勉強したいなってなって、うん、
あとスポーツクラブでアルバイトを始めて、うんうんうん、そっからトレーナーにこうなっていったっていうね、経緯があるんです。そうなんですね。そうずっとだから共通してるのは体を動かすこと、自分の体も人の体もっていう感じ。そうですそうです、うんうんうん、はあ。でパーソナルトレーニングジムで働き始めてどうですか。最初はアルバイトだったんで、うんまあ、やっていく中で、うん、こうマシンとか、まあ、普通の筋トレをしてても、うんうん、筋肉つくけど、うん、パフォーマンス上がらないし体がこう、うんうん、なんだろうないい状態になるわけではないなっていうことに気づいたんですよ、はい、そうなんですか。今、はい、手挙げて質問ですけれども、はい、どうぞ。世の中の女性やら、はい、何かこう体を鍛えた方がいいと思ってる人って、はい、筋肉つけりゃパフォーマンス上がると思ってます。はい多分思ってますねみんなね。思ってます、はいはい、違いますか。まあ一概にはそうと言えないっていうところですよね。ゆうすけさんはじゃあそれに気づいて、うんうん、どうしようと思ったんですか。そう気づいた時に、うん、まあこう勉強していく中で、うんうん、ファンクショナルトレーニングっていうのに出会ったんですね。ほうほうほう、うん、日本語で言うと機能的なトレーニング、うん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 、体の機能を上げるようなトレーニング、うんうん、要は動きを鍛えたりとか、うんうん効率を良くするための体の使い方、あ、じゃあただ筋肉をつけるとかとはまたちょっと違う、ちょっと違う、体の使い方を覚えるっていう感じ。そうとか、うんうん、姿勢を整えるとか、うんうん、疲れを取るとか、うんうん、そう筋トレやったら疲れますよね。筋トレやったら疲れるでしょ。そう僕のトレーニング受けてるクライアントさんってみんな体楽になったって帰ってってもらうんですよ。待ってどういうこと。衝撃に衝撃だね。アーズの頭がちょっと女子の皆さん疲れない。そう疲れないむしろ元気になって帰っていっちゃうトレーニングを提供してます。へえ元気になっちゃう、うん、それはじゃあ普通みんなが思ってる、うん、なんかスポーツジム行ったりとかトレーニングって思ってるものと全くじゃあちょっと概念的に違うよっていう話ですか。そうですね、うんうん、別物になってくる、まあ、見てるとこがやっぱ違うのでね、うんうんうんそれってあの具体的にどういうことをやるのか聞いてもいいんですか。はい、具体的に言いますと、はいまあ、人間って日常生活の中で癖がすごいたくさんありますよね、うんうんうん、だその癖をまずこうなるべく外してあげて、うん、整った体の状態にしていく、うんうん、簡単に言うと固まってる筋肉と緩い筋肉っていうのがあるんですよ、うんうんうん、全然使ってなくて緩い筋肉とめちゃめちゃ使いすぎてて硬い筋肉っていうのがあるんですね、うんうんうん、それを整えてあげることによって、うんうんまあ、体が楽になるんですよ。姿勢が整ったりとか、うんうんうん、なんかこの辺最近調子悪いなって思ってたのが筋肉緩むだけで結構楽になっちゃったりとか。へーあそうじゃあ無意識にみんな力が入ってるのが無理が来てるってこと。そうですね私めっちゃそうかも、うん、頑張ってるでしょ体使うと、うんはい、体って生きるの頑張ってる頑張ってる、うん、あいきなり生きるなるほどなるほど。アズの人生相談しようしてない今待って待って私の人生相談だけどこういう人めっちゃ多いと思うわけ。生きるの頑張ってますね、うん、いっぱいいますね、うん、だって私ね玉じゅんにも言われたことあるんですよ、うん、頑張らなくていいんじゃないって、うん、私口癖、うん、頑張ります頑張ります口癖、うんうん、なんです。僕もね、うん、頑張るって言葉実は嫌いなんですよ、うん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 、いかにこう楽にというか、うんうんうん、だって例えば体を動かす時に、うん筋肉動かすってイメージの人が多いと思うんですけど、うん、実際には骨が動けばいいわけで、うんうんうん、骨を動かすために筋肉ってついてるんですね、うん、あはいはいはい、そう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 、骨の周りに筋肉がついてるからってことですか。ね、筋肉って正式名称骨格筋って言うんですね、うんうんはい、骨格骨を動かすために筋肉って存在してるので、うんうんうん、だから元々の目的としては骨を動かすために筋肉ってあるんです、うんうんうん、でもみんな筋肉を動かそうとするからするするそうイメージが逆なんですよ。へそう骨を動かしてあげないと、うんうん、やっぱ効率のいい動きとか、楽に体を使えないわけですよね、うんうん、だからみんな頑張っちゃってる。はあ、頑張んないと動かせないもんねって思ってますよね、うん、思ってる、うん、そんなことないんですよ。へえ楽に動くんですよ体って。そもそも骨を動かすっていう概なんかそういう考えが全く ないですね、うん、目的違ってるよって感じ、うんうん、ですねそう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 皆さん聞きましたか。皆さん体を動かす目的が違ってますそうですね面白い、うん、ね聞いてるとマジで聞いてる聞いてるでも日本人ってすごくて、例えばそれこそお侍さんとか、うん、あの頃の時代の人たちって筋肉そんな隆々じゃないけど体の使い方が上手だったって言われてるんですね。へ今まさになんか、うん、ね、あのゆうすけ、まあ、
パーソナルトレーナーってラジオ聞いてる方はちょっとね、うん、あのパッションさんみたいな、うんうん、こうイメージとかね、うん、するかもしれないんですけど、シュワルツネッカーみたいな、みたいなね、そうそうね、あそこまでいかないか、なんか白いシャツをピチピチのを着てくるみたいなイメージのイメージの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うんうん、ゆうすけは別に T シャツ全然ピチピチじゃないですし、そうねそうね、ね細いよ ね, ゆるね、そうね、はい、あの T シャツもこう入れるぐらい細いですよ、ね、だからいわゆるなんかボーンっていう筋肉じゃないですよね、ボーンってんじゃないっていうのがゆうすけさんですね、はい、ってことですよね、だから無駄に筋肉使わないで骨を動かす、うん、やっぱそう筋肉って必要な、その人の生活とか、うん、まあ、例えばスポーツとか、うん、そういう体を使うことにおいて必要な分だけあればいいと思ってて、うんうんうん、まあ、それがボディービルダーだったら、うんうん、筋肉を大きくして見せたいから大きくていいと、うん、いいんですよ、うんうん、はい、それは必要だから、そう、うんうん、でも日常生活を送りたい人ってそんなに筋肉が大きくたってしょうがなかったりとか、そもそも確かに確かに、うん、何に使うのっていう感じってなったりしますよね、そうですね、うんうんうん、だからそれが見栄えとしてかっこよければいいと思うんですけど、うんうんうん、でもじゃあ例えばスポーツをするとか、うんうん、日常生活の動作を無理なく送るってなった時に、うんうん、そうじゃないと思うんですよ、うんうん、そう、うんうんうん、だから頑張ってトレーニングすればするほど腰を痛めてしまったり、うんうん、肩を痛めてしまったりっていう、うんうん、トレーニングしてる人がまあたくさんいるんですね、うんうんうん、そういうのを指導するんじゃないですか。でもそれむすごい、要はクライアントさんが来て、うん、そこを分かんなきゃいけないですね、うん、そうですね、ユースケがね、うん、どうやってここ頑張ってんなっていうのが分かったりするんですか。例えばアーズ見てとか、あ、はいはい、まあ、女性のね、それって例えばなんかこの人の動きとか、うん、そういうのを見てたりして、うん、あ、この人こんな感じだなっていうのを見て分かるんですか。分かるんですよ。へーっていう、まあテストというか、うんうん、そのチェックをするんですね最初に、うんうんうん、体の姿勢がどうなってるとか、使い方がこういう癖があるよねとか、うんうんうん、チェックをして、で実際にトレーニングに入っていくんですけど、うん、トレーニングしながらも得られる情報ってたくさんあるんですよ、うんうんうん、あ、こういう癖があってこういう動き苦手なんだなとか、はい、こういう動きは得意なんだなとか、うんうん、やっていくっていうのもあるし、うん、あとは実は性格がすごい関係してて、おーおーおー、はい、おーおーおー、ここできた、真面目な人とか、うん、頑張り屋さんな人とかって、うん、やっぱ体に力が入りやすいんですよね、うんうん、ってなると疲れやすい体なんじゃないかなっていうのを心の方からアプローチしてあげたりとか、うん、今までの経験則的に、うん、どんなタイプの人がどんな体になってるとか、逆にこういう性格の人はなんかこういう体だよねとかっていうのってありますか。あ、でもまあ今言ったようにやっぱ真面目な人は、体の張りがすごい強いですね。こうじゃなきゃいけないっていう思い込みが強かったりとか、そういうので体もそうなってるんです、結構。まあその逆でやっぱりちょっと適当なぐらいの人は、そんなに一方に偏ってるってことが少なくて、割とバランスがうまく取れてたりとかします。わお。ちなみにタマジュンはどういうタイプだと思いますか。タマジュンは結構適当なんでそうだから抜くとこうまく抜けてると思うんですよ。へえ、そう、ま、そうなったらいいですよね、うん、でも結構頑張り屋さんの一面もすごいあるので、うん、この集中してブワーってやっちゃうとこ今あるので、うん、だそれがまあ言ったら偏りになるって出る時もあるかなっていうのは思いますよね、うんうんうん、なんか占いしに来てるみたいね。結構ね、その性格を見れば体つきがだいたいやっぱ分かってくるし、体を見れば性格が分かるっていうのも結構イコールなんですよね。どっちもね。そう、体見てもイコールイコール。うん、だって玉順だってね、施術してって分かると思うんですよ、性格とか。うんうん、ね、その部分触るとね、そうそう、触ったりとかね。うん、うんうん、それが僕はまあ動き見ててある程度分かるっていう状態なんですよね、うん、なんか老若男女見るじゃないですか、はい、多分パーソナルトレーナーだって女性が多い、トレーニングが、そうですね、女性が多い、男性よりも圧倒的に女性の方が自分の体型とか自己実現を求めてる人が多いですね。自己実現って どんな感じですか。自己実現は自分が理想とすることとか、うん、やりたいなって思うこ と、そうか、タマジュンは女子じゃないから分からないのか、その感覚が、うんうん、あ、そうだね。やりたいなって思うことに言葉としてね、向かっていく、向かっていく、だ自分がこうなりたいなっていうことを実現に向けて努力していくっていうことですよね、うんうん、やっぱそういうのって女性の方が気使ってる方が強いですね、多いですね、うん、女性の方が強いですね、だってみんな痩せたい痩せたいって言うもんね、うんうん、
男性とか全身鏡とかであんまこう自分の肩見たりとかね、うん、する機会とか朝のひげ剃りぐらいとかね、うん、顔を見るのとかね、うん、そっか、うん、そう男性は自分の体とかっていうよりもこのじゃ例えばビジネスを成功することとか、うんうんうん、そういうところに自己実現がすごい強い傾向が多いですね。そうですね、確かにだってね、うん、大黒柱の人とかお金稼がないといけないかったりしますもんね、うんうん、そうですね。そう女の人はどっちかっていうとなんか可愛い服が着られるようになりたいとか、うん、綺麗になりたいとか、うん、まあですよ痩せたいとか、そうですよね。だからやっぱりどうしても、うん、どうしてもパーソナルトレーニングジムゆうすけのところにクライアント来る人はやっぱり、はい、まあ、2対8ぐらいの割合で女性が多いですね。かなり女性多いですね、うん、年齢層とかどんな感じなんですか。年齢層はまあ30代から40、50ぐらいまでが一番多いかな。の中でも幅広い、結構やっぱ男性でトレーニングしてる人って、うん、あの成功してる傾向がありますね。というとそれは成功したい人はそういう風に体とかのケアをやった方がいいってことですか。絶対そうです。へえ。だって体が元気じゃないと、うんうんうん、人ってやっぱエネルギーが湧かないわけですよ、うんうん、豊かじゃないと、うんうん、でそこから初めて何かにチャレンジするエネルギーっていうのが湧いてくると思うので、うん、最近ではそういう本もたくさん出てますし、うん、そのトレーニングをすることが成功への、まあ、一歩目だと。ビジネス書を読むことではないということですね。そう、ビジネス書でトレーニングっていうのが結構今ジャンルとして増えてるんですよ。へえ。確かに、はい、そうです。なんかビジネス書じゃないじゃん、ねね、もうね、まあね、あでもビジネスにつながるってことだもんね。そう、うん、ベースのところ、すごい面白い。なんかなんだっけな、すごい有名な SEO とかあの企業のトップの人とかこう、うん、忙しい中でも運動するみたいな、そう寝るより運動するみたいな人中にいるじゃないですか。います、ね、実際そのクライアントさんでもそういう方も中にいらっしゃるんですか。いますね、うんうん、いますけど、あなんかまあその成功っていうのはいろいろある、うん、ちょっとまあ難しいですけど、うん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 、なんかゆうすけみたいにこう自由に生きてるみたいな男性はやっぱトレーニングしてる人が多い、多いですね、うん、やっぱり自分の体のことを気を使ってる人っていうのは、うん、そこから全てこうなんだろうな、いい方向に捉えられるというかね、余裕が多分できるんですよ。余裕、うーん、余裕、これすごい大事だと思ってる。うん、余裕ができるのか、自分に自信を持つことによって余裕が出る、うんうん、はー、はい、あーは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 ー、なるほどこのラジオ終わった後に、うん、あず行くかもしれない、うん、いやマジマジ、めちゃくちゃ課題なんですよ。ちょっとその辺の話を具体的に、はい、うんうん、この後また伺ってもいいですか。はい、はい、もちろん、はい、で一旦ここで CM を挟みましょう、はい、グスラジさあ、はい、ということで今日はウェルネスコーチの、徳里裕介さんで、ね、ゲストに迎えておりまして、はい、いやもうねちょっと興味津々なお話ばっかりで、ちょっと
具体的な話も聞きたいんです、はい、でリスナーさん含め多分私知りたいのは、はい、なんかその心と体はまあつながってるっていう話をね、はい、してて、はい、でお仕事を成功させたいんだったら体のケアちゃんとやった方がいいよって言ってたじゃないですか。はい、そうですね。多分みんなリスナーさん含めて自分の体がどうなってるかって分かってない人が多いと思うんですよね。そうですよね。そうで、さっきチェックするって言ってたからチェックできるよって、うん、なんか具体的にね、今私の体がどうなってて、うん、どんな風なことをなんか注意したらいいかっていうか、うん、やった方がいいのかっていうのが、うん、なんか知りたい。ちょっとじゃあチェックしてもらえますかね、うん、やってみましょうか。できるできる、うん、はい、そうですね、これラジオですもんね、うん、そう、そうですね、そのまあ喋りながら、まあ、自分がこうなるべくこう言いますよ、なるべく立つ、じゃあ立ってみましょうか。はい、はい、アーズが立って、でも完全にマイク離れたのでアーズはもうあれですね、立ちます。はい、はい、立ちました。オッケー、立ったよ。はい、アーズ立ってチェック、はい、まあ、なんとなくアーズね立ってみましょう、なんとなく、はい、オッケー、はい、でこうやって見た時に、まず肩の高さが違うんですよね。ほー、そう、右が、はい、ね、右の肩が今下がってるんですよ、はいはい、うん、でそうとなると、じゃあ例えば上半身は右に傾いてるんじゃないかなっていう、まあ、うん、見立てが、そう、見立てができるというか、うん、なので、じゃあそう見た時に骨盤って結構逆いってたりするんですよね、上半身の、うんうん、右が落ちてたら右が下がって がってる、骨盤は左が下がってる。ああ、なるほど、うん、こういう感じですね、はい、ってなると、うんうん、背骨の、背骨って本来まっすぐこう、うんうん、あるんですけど、うんうん、骨盤がこっち左に傾いてることによって、うんうん、背骨まずこう左にちょっと腰のあたりは左にこうグーっていってるんですよね、うんうん、だ S 字カーブを描くような形になってる。へー、へー、へー、そうじゃないかなっていう感じ。そう、肩が右が下がってて骨盤が左が下がってるので、うんうん、簡単に言うとあの C の字を書くようにね、ちょっと背骨がこう曲がってる状態なんですよね。はいはい、うんうん、ってなると、うん、じゃあ右利きじゃないかな、あずもしかして。大正解、はい、右利きのすごい喜んでるよっていうことが分かったりとか、うんうん、重心としては左足に乗ってる感覚が強いんじゃないかなっていうことが分かったりとか、うんうんうん、立つ癖があったりとか、占い師がここにすごい、また占い始まった、うんうん、はい、っていう、左足に重心かけること多いんですよ、うん、多分左足に多いですね、まあ体を見ちゃえばそこまで分かっちゃうんですよね、うんうんうん、でこういう癖があるっていうのが分かると、うんうん、じゃあそれを、偏り癖になってるので、うん、負荷がかかってるところとそうでないところっていうのが出てくるので、はい、これを整えてあげると結構体が楽になったりするんですよ、うんうん、そう、今の見立てという見た動きから、うん、まあ、今で言うと姿勢しか見てないですよね、今ね、姿勢だね、今、うん、今立ってるだけね、わからないけど、うん、立ってるのを見てもらっただけで今のこれだけの情報がわかるってことですか。はい、うん、分かったと。分かりました。そこからまた動いたりとかして、そう、いろんな動きをしていく中で、じゃあこの動きの癖を見つけていくと、ちょっとね、普段負担をかけてる筋肉とかが分かってくるので、うーん、だって右利きって分かったね、右利きで左に重心が乗ってることが多いんじゃないって、うん、これって普段そういうのが分かれば、うん、じゃあ例えばなんか左じゃなくて右足もなんか体重が乗るように気をつけようとか、そういうことでもなんか改善っていうか、うん、そういう意識をすることによって、うんうん、やっぱり軸が中心にと整ってくるので、うんうんうん、片方に偏ってないっていう、偏ってるとやっぱ左足ばっかりこう張っちゃったりとかね、筋肉が、うんうん、左のももがパンパンになっちゃったりとかね、うん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 、するので、うんうん、なるべく中心に人間の体ってこうバランスがあった方がやっぱりいい状態なんですよね、うんうんうん、疲れにくい体というか、うんうん、皆さん聞きましたか、ね、見ましたかって言いたい、YouTube とか、ね、YouTube ね、そう、後でみあのちょっとしばらくしてからですけどね、あの、うん、アップされるので、うん、チェックしてみてほしいね。そうですね、この回は6月3日にやりますので、うん、6月3日の後にね、はい、YouTube 配信されますので、よろしければ見てください。あとね、あの Facebook のライブ配信もしてるんですけど、はい、多分ちょうど下がった時はライブ配信の動画に映ってたので、まあ、2つの動画見ながらね、あずとゆうすけの動きをね、うん、どうやって見てたのかなとか、どういう姿勢してるのかなって見ていただけると、あーってなるかもしれないですね。それをもういっぱい見てて、なんだろうな、動きって例えばどんなの見たりする、今立ってる姿勢だけ、はい、
ですけど、まあ、動きでいうとやっぱりトレーニングなんかでもよく使うのがスクワットといって、スクワット座ったり立ったりするっていう動きなんですよね、うん、簡単に、はい、座ったり立ったり、はい、でその中で、うん、じゃあ座るときに、うん、足でいうと股関節と膝と足首っていう3つ大きな関節があるんですけど、うん、股関節と膝と足首、足首、はい、うん、でこの3つの中でどういう動きが出てるかなっていうのを見ることによって、うん、まあ、例えば膝を痛めやすいのか、足首が硬いのかとか、うんうん、はい、分かってくると、うんうん、じゃあこれもうちょっと改善して元ある体の状態に少し近づけていきましょうねっていうトレーニングアプローチをよくするんですね。そのアプローチってなんかどういうことをやるんですか？筋トレをするわけじゃないんですよね。いろいろあります。そう、なんかどうしてもパーソナルトレーニングとか体を変えるって聞くと筋トレ以外イメージできないんです。筋トレ以外には例えばストレッチ、そうか、ストレッチもあるね、はい、そうですね、私体硬いからねストレッチ嫌いなの、はい、ストレッチもそうだし、ストレッチ嫌いなのって言っちゃったストレッチとか、うん、はい、で最近で言うと、筋膜リリースっていう、よく聞きますね、アイテムを使って体をほぐすっていうのも実はトレーニングの一つなの。これなんかあのゴリ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 ってやるやつ、うん、そう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 、道具とかも使うんですか？道具も使いますね。例えばテニスボールが一つあったりとか、ストレッチポールっていうポールの上にこう体を乗せたりとかね。それ言うとじゃあなんか自分でもできるんですか？それって自分でもできます。へえ、なんかちょっと一つリスナーさんに教えてほしい、うん、私が知りたいんだけど、あずあずね、あずみたいな人が来たら、うんうん、でも今ちょっと姿勢しか見てないけど、そう、姿勢しか見てないけど、その中でなんかもしあれば、うん、まあ、ただいる人っているじゃないですか、はいはい、こういう、あのね、一番最初に結構やるのが、うん、足の裏をほぐすことなんですよね。ほうほうほう、足の裏ね、うん、足の裏、人間の足の裏ってこう、はい、アーチというか、うん、この土踏まずっていうくぼみがあって、うん、うまく衝撃を吸収したりとか、うん、3点でこうなんかやっていますね。あの母子球って言って親指の下と、うんうん、小子球って言って小指の下と、うんうん、かかとを結ぶ3点、うんうん、このトライアングルが結構大事だったりするんですけど、はい、トライアングル、はい、そう、あの靴とかを履いてると例えば指がくっついちゃったりとかして、しますします、そう、足の先端が尖ってる足になってたりとかする人も多いんですよね。女性とかは特に、そうそう、外反母趾とかですよね。こうなっちゃうと結構足の裏の衝撃吸収能力とかが、うんうんうん、衰えてきてしまって、そっか、3点のバランスなのに3気が尖ってるとバランスが取れなくなっちゃうってことですね。そうそうそう、崩れちゃうんですよね。でこういうなってくると例えばこっから腰が痛いとか、体が疲れやすいとか出てきちゃうんです。ももが張りやすいとか、ももパンパンになっちゃうとか出てくるので、最初は足の裏結構ほぐすことをよくやるんですけど、例えばテニスボールを踏んでもらったりとか、ゴルフボールを踏んでもらったりとか、自分があんまり痛すぎないぐらいの圧でちょっと踏んでもらって足の裏の筋肉をこうケアしてあげる。で足の裏って毎日使ってるんですよね。使ってますよ、歩いたり立ったり、ね、まね、まあ、一日中寝てる人もいますけどね、分かんない分かんない中にはね、うん、でも基本は多分歩きます、歩くしたつもね、行動する上では ね、うん、使いますよね、家の中でも使いますよね、うんうん、で毎日使ってるのに、うん、なかなかケアされないかわいそうな部分が足なんですよ、うん、一番頑張ってるのにね、そうそう、足の裏、ね、確かにね、唯一地面についている、そうだそうだ、逆立ちで歩く人いないもんね。そう、ごめんね、僕は逆立ちでよく歩くんですけど、できちゃう人いたけどねいるよね、うん、いるね、稀ですよね、うん、ってなると足の裏をやっぱりこう柔らかい状態にしておくことによって、うんうんうん、体がまずは楽になるので、そういうボールでほぐしたりとか、昔で言うと青竹踏みとかあったじゃないですか。あー懐かしい、これ令和生まれにはわからないやつだ。まだ令和で生まれてる人ほとんどいないけど令和がに、まだ令和、日本語わかんないけどね、使いたいだけ、ね、令和ね、平成生まれ、平成生まれ、平成、うん、昭和生まれです。あ、昭和した。実は玉順と同い年なんです。同い年。何歳ですか二人とも？僕は32の、うん、そう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 、私わかんな青竹踏みってなんて結構言いたいだけ平成な青竹踏みとかね、そうそう ありますね、うんうん、昔はね、うん、だからそういうので足の裏をケアするってことがやってたんですけど、そうかも、うん、今みんなやっぱ靴とか履いちゃって、うん、足の裏硬い人が多いので、うん、やべ、結構大事にしてるトレーニングの一つでもありますね、うん、やべ、でもこれすぐできますよね。すぐできます ね、 そうですね、ゴルフボール、うん、高くないですもんね、うん、ゴルフボールとかテニスボールとか、うんうん、まあ、野球のね軟式のボールとか、うんうんうん、
まあ、木の棒とかでもいいんですよね、うん、私あの子供が4歳と2歳の女の子がいるんですけど、はい、パーランク持ってて、はい、パーランクの棒パーランクの棒でも棒とかをゴリ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 、はい、でもいいですねやばいねやばい ね, 今のね、やばいお母さん発言でしたけど、うん、まあまあまあねパーランクの棒グリ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 で足で踏みながらで子供には、うん、足で踏まないって言ってねおかしなこと言ってたりしますけど、とりあえず足の裏大事、はいはい、まあ、簡単にできるかなと、うん、この口だけでも説明できるってなるとそういうね、うんうん、ケアが一つは、うん、そうですね、ラジオしながらでもできますからね、うん、足だったらね、うん、オフィスワーカーとかね、そうですね、誰でもできますね、うんうん、テニスボール2個、うん、両足で両足でだから両足ちょっと大変じゃない？いや今ね両足上げながら大変じゃない？そうだねこれね、そうですね、ついついなんか効率よく一石二鳥でできる方法ないかなとかって思ったら、うんね、両足の下にテニスボール置いてゴリゴリ、あの目的外れてるよなんかね、ほぐしてって言ってるね、疲れちゃ う, っていう、あの全然負荷かからないっていう、うん、片足で踏んだ方がいいですね基本的には、よかった、はい、よかった片足ですね、ぜひこれやってもらいたい、ね、うん、どういう変化が起こるか、はい、やりましょう。今度からテニスボール持ってくるね。うん、持ってきて持ってきて。なんかカフェむくみに置いといてもいいんじゃない？バレなければ。そうだね。バレなければ。一応ここね、あの沖縄のカフェむくみっていうカフェっていう設定なんです。カフェむくみなんですよ。うん、店長なんですよ。あ、なるほどなるほど。看板娘なんです。なるほどね。看板娘なんですけど。じゃあコーヒー一つくださいって。ええ。そう。ええ、私でも本当にもともとスターバックスのバリスタだったの。ああね、そう。伺っております。ええ、そうなん。美味しいコーヒー入れますね。っていうわけで、まあ、でそのまあ足の裏とかで今何股関節、うん、膝、足首が大事、はい、スクワット、なんかスクワット以外にもなんかこう、まあ、スクワットってよくあのテレビ番組とかでも聞いたりしますけど、はい、なんか他にもなんかこういう動きとかよく見るみたいなのとかってありますか？ランジっていう動きがあって、足を前後に開いて、うんうん、まあ、しゃがんだりする動作なんですけど、うん、足を前後に開いて、そう、なんかアキレス腱伸ばしみたいな感じで前後に、うん、ちょっと近いような形かな、うんうんうん、例えばスクワットってその場で立ったり座ったりはスクワットなんですけど、はい、人間って歩いたりするので、あ、そう、スプリットって言って足がこう前後に開く動きが結構基本になってくるんですね、うんうん、そういう動きの中でバランスを見たりとか、うん、例えば片足で立って片足を上げるっていう、片足で立つっていうバランスを見たりとか、よろける人多そう、はいね、でその状態でなんかこう、うん、ハードルをまたいでもらったりとかすることによって、そのじゃあ重心のかけ方とかね、うんうんうん、癖が分かるわけですよ、うん、そうですね、その癖を見てじゃあその、はい、さっき言ったような頑張ってるとこと緩んでるところをそう、まあ、チェック、まずはチェックして、うん、ある程度これをベースに整えてくるというか、うんうんうん、そこからまあ必要に応じて、うん、エクササイズを、まあ、トレーニングをやっていくことによって、うんうん、この目標にどんどん、ね、近づけていく、近づけて、しかも理想の自分、体は楽になりながら、ね、動いていく、わおわおわおですよトレーニング時代って大体どん1時間ぐらいあるんですか？大体そうです、1時間が多いですね、1時間ぐらい、うん、で おうちに宿題もある？もう、もちろんあの出す時もありますし、でね、うん、私いつも思うんですけど、さっきね生活習慣をも指導してくれるって言ってたじゃないですか、はい、そうですね、やっぱね、うんうん、結局お家でのケアとか日常生活普通に過ごしてることが多いから、そこってすごい大事じゃないですか、うんうん、すごい大事ですね、なんか体からのアプローチはしてくれていろいろ分かったとして、トレーニングの時間でね、そう、うん、トレーニング以外の時間っていうのはどういうふうになんかこう考えたらいいんですか？例えば姿勢の気をつけ方とかを、まあ実際にこう教えたりとか、じゃあ何時に起きて何時に寝てますかとか、ほう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 、はい、生活習慣、ねね、私の生活習慣結構やばいからね、はい、結構やばいですね、うん、でご飯はじゃあ何時ぐらいに食べてとか、うんうんうん、そういうのが分かると、うんうん、じゃあそれもちょっと整えることによってやっぱ体っていい方向に向かっていくわけですよね、うちは大してるね一応っていうかさ、いや私もセラピストなの で, あ、そうですね、やっぱりね自分のメンタルと体の調子が日頃の施術にね影響するのはよく分かってるんです、うん、だからその、ね、子供を育てながら仕事をしてるのを言い訳にしたくないからこそ、ケアの方法とかこう日常生活ちょっとでもいいから、うん、どうやったらね変えられるっていうか楽にできるか、うん、すごいでも気にしてるお母さんも多いし、その方法がね分かれば、うん、
本当生活が豊かになる人ってそうです、ね、たくさんいると思うんですよね。でやっぱり人それぞれ体の状態が違うんですよね、うんうんうん、なので同じことをしても同じ結果が得られないというか、うんはいはい、だからその人それぞれに合った必要なものを提供するっていう形で、まあ、パーソナルってことでやってるんですよね、うんうん、そうですね、うん、みんなでいっぺんにじゃなくてパーソナルだからそういうそれぞれのね、そうですね、この人個人、うん、そうだからあの私も施術しててテレビでこれをやったらこうなるって言ったから頑張りましたって言って痛めてくる人いるのがすごい多いんですよね、うん、多いですね、うんうん、そうなんかあそれはさーみたいな分かってる側はね、うんうん、ありますけど、うん、みんな多分パーソナルトレーニングとなるとまだまだ敷居が高いかなみたいなっていうイメージがある方がまあ多いでしょうね。うんけどやっぱりなんかジムでみんなでこう 1,2 みたいな感じでやったりするのよりは時間とお金をかけてちゃんと個人に合わせてやった方がいいと、まあ、確実に応対費用対効果が高いでしょうね。まあ、そうですね、いっぱいまだ20人とかのジムでこのあなたの癖はどうこうとか、うん、やってらんない、ね、そんなことやったらもう終わんないもんね。そうかね、だってジムでのバイトの経験も仕事の経験もありますもんね。そうですね、うんうん、グループトレーニングだとねなかなかそこまで一人一人、ね、体を見られないのでやっぱり、どうしてもこう当てはめたエクササイズになっちゃうんですよね。それ難しいですもんね、うんうん、はあ、もう全員に共通するのなんかあったらねあれですけど、ないから一人一人ね、アーズに合わせてとか、うん、だってみんな生活が違うじゃないですか、うん、そう、ね、どういう仕事をしてて、うん、どういう性格で、うん、どういう、まあ、メンタルの状態でとかね、うんうん、どういうものが好きでとか食べ物、うんうんうん、全く違うので、うんうんうん、それに合わせてやっていくと、はい、そうですね。じゃあ一旦アズがちょっと考えたいみたいなのでCM にこの後スポンサーの紹介もしましょうね。ここでスポンサーのご紹介です。スポンサーティーグスイは脳卒中肩麻痺専門サロンです。サロンの場所は浦添市牧港、サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。アメリカの、足病院、足病院失礼いたしましたアメリカの足病院と連携してNWPL オーソティクスという中敷きを使う取り扱う沖縄唯一の専門店です。あなたの体の悩みは足の問題かもしれません。興味ある方はティーグスイと検索してください。そして沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信やヨガもあります。過去には、骨模型当てゲームをしたりキャンプなどメンバー内での交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけということで、興味がある方は沖縄健康追求ラボと検索してください。スポンサーの紹介でした。はい、ありがとうございました。はい、というわけで早いですね。今49分なのであともう5分ぐらいで、やばい早いけど今日濃厚な、うんうん、あの今回ゆうすけですねゲスト来ていただいたんですけども、はい、2週にわたって、ゲストに来ていただきますので、今日の6月3日の放送の後に6月10日のね、うん、
にも来店していただきますので、皆さんお楽しみにしてください、はい、でこの、耳薬ラジオですね、 FM 那覇さんでやっております。で毎週月曜日の15時、昼の3時からですね、56分ぐらいやっておりますので、よろしくお願いします。で普段は、生の収録をライブ配信していて、Facebook や Twitter でライブ配信していますので、もしその時間に生で見れる方は、だいたい水曜日の6時半ぐらいから2本撮りしていますので、よろしければ見てください。で最近いろいろありまして、 YouTube でも配信しています。 YouTube だったら画像ね、動画で見られますので、今日は特にね、アズが立ったりとか、ゆうすけの格好みたいとかね、あ、ゆうすけこんな感じなのみたいな、やっぱ太くないみたいな、金髪のシーサーみたいな、太いとか太くないっていうか顔が気になるよね、ね、シーサーね、それをね、めっちゃ言われてる、見ていただきたいので、YouTube もね、見ていただき顔ね、お願いします。YouTube とか見れないよっていう人はリスラジっていうアプリでも、はい、聞けますので、よろしければアプリを通って、うん、スマホで、もうパソコンでも聞けますので、よろしくお願いします。すごい時代ですね。すごい時代ですね。もういろいろあります。そうですよ。というわけで、もう本当にあと3分5、あ、5分ぐらいいけます、うん、ギリギリまで話しましょう。ちょっと次週は何話しましょうかね。何話しましょうかね。なんかね、まだまだ聞きたいこといっぱいあって、今体の話を結構聞いたりもしたんですけど、うん、なんか子供の体の話とかもできますか。あ、子供については、うん、そうですね、うん、指導してたりもするので、うん、やっぱ大人と違うんですよね、子供って。違うんだ。 それは違うか、うん、そう、成長過程なんでね、うん、やっぱり、うん、子供の話も聞きたいし、あとはそのメンタル面、うん、体からもだけど心とかその脳とか生活習慣ってところをちょっと次回はもうちょっと掘り下げて聞きたいなと思います。いいですね、いいですね、はいはい、うん、なのでFacebook ライブでも、うん、これはね生で配信をしてるんですけど、うん、はい、そっちの見てる方はコメントいただければ採用しますので、うん、早速ね、アズ&ユースケいい感じとコメント、ユースケ頑張ってるってコメント入っておりますので、こんな感じでね進めていきたいと思いますので、ぜひリスナーさんもあれですね、体のこと以外でも、うん、こんな風に考えちゃうんですけど、うん、どうしたらいいですかとか、うん、あとは生活習慣どうしてもなんか直せないところがあるけど、なんかアプローチ方法ありますかとか、うん、具体的に質問をいただければ、はい、答えてくれるかな。いいと思う。さすが。古い。終わったやつ。令和じゃない、令和じゃない。終わったやつ、終わった。ね、今日はね、ギャグいっぱい。あとね、店長玉順的にはですね、よくユースケが海にいたりとかね、はい、して、アーシング、はい、っていうものをしてたりして、こう、ユースケの、なんだろうな、インスタ、はい、とかでよく海にいるので、それもね、なんで海にいるのみたいな。どういう意味で行くのっていうね、ちょっと聞きたいなって思うので、これでも生活習慣とかそういうのにも関わってくる、関わってきますし、その体のことをやっぱり考えて、うん、生活してる時間が長いので、うんうん、だから海にいるのも実はアーシングっていうのもね、うん、これはね、この言葉知らない人もたくさんいると思うから、アーシング、アーシング、この辺もじゃあ聞きましょうね。簡単に言うと地球、うん、ING なんですよね。おー、その辺で次週に行きますか、はい、ということで、はい、今週も濃厚な一日をありがとうございました。ありがとうございました。あずあずこと能見あずさと店長玉順でした。今日はウェルネスコーチの徳里ゆうすけさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。